はいどうも、現役機械設計者の竹の子です。今回は今更聞けない 3D プリンターのメリットについてお話ししようと思います。約6年前の2013年に 3D プリンターのブームが来ました。様々な会社から多くの種類の 3D プリンターが出ました。どうしてあれだけ 3D プリンターが世の中で騒がれブームとなったのか、それは 3D プリンターのメリットを正しく理解しているとわかると思います。端的に 3D プリンターのメリットを5つ挙げていきます。早期試作、ラピッドプロトタイプ、開発期間の短縮、材料のロスを削減、少量多品種への対応、特殊な形状が出力可能、この5つが大きなメリットとなります。一つ一つ説明していきます。まず一つ目の早期試作、ラピッドプロトタイプについてです。製品開発では設計段階で何度も試作をします。試作し、環合や固定方法、組み立て方法などの確認を行い、ここで問題がある場合は設計へ反映し、より問題が発生しづらい製品にしていきます。製品開発には試作は欠かせないものです。今までは金属部品は材料を切削したり、木型を作り砂型で鋳造をしていました。樹脂部品は試作型を製作し、試作成形をします。例に挙げると、一つの樹脂部品を試作しようとすると、試作型が出来上がるまでに1ヶ月から2ヶ月ほどかかります。そこから1回の試作成形を行うと、試作品が出来上がるまで約3ヶ月ほどかかります。2回目以降の試作は試作型の修正で済みますので、期間は短くなりますが、それでも2週間はかかるので、何度も試作をしていたら長い期間を取ります。これでは物があふれ、流行がすぐに流れていくこの世の中ではチャンスを失ってしまいます。対して3D プリンターでは同様の樹脂部品が数時間から2日程度で出来上がります。午前中にお願いをしたら、夕方には物が手元にあるというスピード感です。このスピード感が 3D プリンターの大きなメリットです。それでは2つ目のメリット、開発期間の短縮は、先ほどの試作期間の短縮が大きくかかります。製品開発で何度も行う試作の期間を短縮できることで、トータルの製品開発期間も短縮できます。試作期間が短くなるのなら、気軽に試作ができ、打ち合わせの段階から現物を見ながら検討ができます。紙やホワイトボードへ書きながら打ち合わせするのとは情報量が違うので、より具体的な打ち合わせが可能です。企画段階の詳細な打ち合わせほど大切なものはないと思います。企画の打ち合わせを密にすることは今後の開発を左右するのです。また現物を持っての打ち合わせは、今まで初期の打ち合わせに参加していなかった部署とも協力して行うことができます。図面が正しく読み取ることができないや、 3D CAD の画面では実物の大きさが伝えることができないなどの理由から、参画していなかった部署からも興味を持ってもらい、意見を頂戴することができます。より良い製品を作るために他部署を巻き込んでの開発が必要不可欠です。それにより問題を早期に洗い出し、対策をすることが可能です。これが結果的に製品開発の短縮につながります。3つ目のメリット、材料のロスを削減は製作方法が関係します。以前の動画でも解説しましたが、今までの製作方法は間接的な方法がほとんどでした。間接的とは、作りたいものより大きい材料を用意し、工具で削り形状を作る方法や、作りたいものの形状を彫った型を用意して溶かした材料を流し込む方法のことです。しかし 3D プリンターでは直接的に形状をそのまま作っていきます。そこに材料のロスはほぼなく、製作のコストを抑え、必要なものを作ることができます。もちろん 3D プリンターでの製作にロスが全くないかというと、それは違います。 3D プリンターでは下層や上層から積層して作りますが、
造形ステージから浮いた形状や急な角度がついた形状にはサポートと呼ばれる支えを追加し造形します。これは造形が終わり次第不要になるため除去し廃棄となります。サポートは 3D プリンターの構造上必要なものですが、設計や造形姿勢を変更することによって少なくすることも可能です。材料のロスを削減し、より小さくするための余地があることが 3D プリンターのメリットとなります。4つ目のメリット、少量多品種への対応は、先ほどお話しした製作方法が関係します。今のものづくりは大量小品種なものが溢れていますが、オーダーメイドや一点物などの需要もあります。むしろ大量生産の量産品ではなく一点物に重きを置く方が増えている印象です。今までの製作方法は第二次産業革命から大量生産を目標に効率化し改善がされてきました。しかし世の中に物が溢れ供給過多になることも多く、今の日本は大量生産大量消費社会です。少量多品種というのは現状の製作方法に合わないのです。多くの品種に合わせ金型を彫っていたらコストがかかりすぎます。しかし 3D プリンターというのはむしろ少量多品種への相性がとてもいいです。多くの品種のものを同時に造形することが可能で、少量なら造形時間もあまりかからず 3D プリンターのメリットを活かせるのです。5つ目のメリットの特殊な形状が出力可能は、 3D プリンターの造形方法が関わってきます。 3D プリンターの造形は基本的には下から一層一層積み重ねて出力していきます。なので他の造形方法では造形できない形状も 3D プリンターなら可能な場合があります。今流行りのジェネレーティブデザインでの有機的な形状や2つの部品が組み合わさった状態での造形、複雑に入り組んだ管形状がそうです。今挙げたものは切削や射出成形では造形ができません。今までは造形ができない形状を造形方法に合わせて設計することが必要でした。設計の幅が狭まってなかなか悩まされることが多かったんです。しかし 3D プリンターを活用すれば設計の自由度が広がり、製品の機能に合わせた設計が可能となります。ではもう一度 3D プリンターのメリットをおさらいしましょう。まず1つ目は早期試作ラピッドプロトタイプです。2つ目は開発期間の短縮、3つ目は材料のロスを削減、4つ目は少量多品種への対応、5つ目は特殊な形状が出力可能。この5つが注目され製造業界への黒船となり、2013年のブームが生まれました。今回は 3D プリンターのメリットをお話ししましたが、どうだったでしょうか。疑問に思ったことや意見などはコメントしていただけたらお返事いたします。メリットばかり話してもと思いますので、次回は 3D プリンターのデメリットについてお話ししたいと思います。よかったらぜひご視聴よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。